ね、これ言わせてください、はいはい、村長が歌います、はい、村長めったに歌いません、はい、村長は2000回またそれしてくれるんだよな、した方がいいの、はい、まあ、はい、トイレ行こうかな、ああいやほら一番はええからみたいな、ね、え2番から入ってくるの、そうそう2番から入ってきてあわてて叩くという、あそれで叩くという、はい、いやそれあれじゃないですか、それはあのトイレ今トイレ行く言ってたから、はい、ほんまに2番から出てきたほんまにトイレ行っとったんやなあいつみたいな感じ、いやいやんそれさっきひどかったよ、おかちゃん今からカッコつけんでもいいやん、いやそれはそうやねんけど、いやおかちゃんひどかったと思うよ、うん、さっきいやちょっとよう私にとか言って女性やのにさなあひどいよなあれなまあ、いいと思って言ってたよ、うん、そうそうそう言ってたよ、用足しじゃないですよ、お色直しに言ってたし、うん、ね、うん、そうやな、じゃあもうちょっと言い方考えたの、はい、歌う歌なかったからたまたまあの1枚しか入ってなかったのに、うん、ちょっと前になってこれあの、まだ来たことのない、島田桃花ちゃん15歳、今受験勉強中の女の子のために作った歌でね、知らないことが幸せだってそばにいる時間だけ好きになって会えない時間だけ不安になって君に出会ったせいで息がうまく吸えないよ、壊れそうな何かを認めたら壊れそうで泣きたくて声にならない、好きの言葉が乾燥中ですよ、空何かを求めたら
くて泣きたくて嫌いなものが見えたんだ。どうして何よりも松の歌。